やっほー、やっほー、やっほー。どうもです。ありがとうございます。今日は公演がショーケースライブがありました。へへ、ハフハフハフハ。好富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 。そうなんですよ。おお、疲れのね。今日東京来て、でライブが昼夜であってね、そうなんですよ。なんかね、次は私は出演はないんですけど、2日後ですね、6日。でも確か、完売したのかな。そう、3日後。あ、花だれもそうなんですよ。花だれもそうなんです。さやの次いつね。いつかな。そう、今日は昼は二つ結びにして、夜はおろしの巻きにしました。新衣装キラキラです。ラメがいっぱいついてて、もうステージ上にラメがめっちゃ散らばってる。で時々爪にラメが入ってる。だけどこれ踊れば踊るほどラメが消えていくのかと。これもたぶん10回、いや20回30回ぐらい来たら、もうラメがなんか、あれ、どうしよう。
教師よりなんかみたいな。補充しないとですね、ダメ追加しないと。そうなんですよ。インスタ更新してない。更新してないよ。どうしようかな、更新しようかな。どうしようかな。なんかなくなった。無謀な夢はってなった。ST 公式さんのインスタの投稿ですね。ストーリー、うん、そう、やばい、くしゃみ出そう。大丈夫か。じゃあ載せようか。新しい衣装の投稿しようかね。ギリギリまで投稿できるか問題。できるかできないか、さあどっち。メイク違う、なんだろう、濃いめだからかな。持ち上げてと、しないたくない、この子は強くなる、うん、ないだろうね。食ってあげる、何です、そんな言葉が限りなく思い、初めてが変わったよ。君の気持ち背負ってみて、シート、心がしびれるくらい、なんかもうすぐいくつかような重さ、ような気持ち、何と比べてみればいいのだろう。無責任にした頃は軽々と持ち上げてた。
コメントを見るという。ちゃんと新衣装の細かいとこまで見たい？なるほど。では。お見せしましょう。一人一人違う。私なんか結構シンプルなんですよね。高尾さんのやつは。間に合うかな、ゼロ時まで。似合うと思う？間に合うと思います。おお。じゃあ間に合うか。はい。髪飾りもね、かわいいの。髪飾りかわいいんだ。髪飾りちょっと急になんか髪の毛のなんか全身も見たい、全身も見たいって思ってる。いいでしょう。見せしましょう。いいよ。
むふむですわ。ふむふむですわ。あー、可愛いな、冷静に見て。この衣装、この衣装冷静に見て可愛いな。冷静に見た？冷静に見てみて。モザイクとかしだしたらもっと時間かかるけど。よし、そろそろ乗せれそうだよ。一番可愛かった。嬉しい。死後早。これだけ死後早いの。あ、なぜかこれ載せてなかったな。これも載せようかな。これ載せちゃおう。いや、ストーリーにしようかな、これは。なんか雪みたいだよね。雪、冬って感じはするけど。雪だよ。そう。あれ、もしかしても42分。そんな。何にしようかな。にしよう。
思わせて、やっぱりこっちにしてみたりして。思わせて。あ、でもこっちだな。で、試行錯誤しながらもストーリーを投稿しよう。えい。試行錯誤でしょ。したら次はこれだな。なんかこれ、もしかして私のこと待ってる？もしかしてみんな私のこと待ってる？待ってる。お疲れ様です。待ってたか。これにしよう。ロスタイム、ロスタイム発生。今のしびれてた、いつの間にか。ちゃんと見えてるのかな。ここよっしゃー。
1、2、3、4、5。6、7、8、8枚。すごいでしょ。すごいでしょ。おされさんなんですよね。ちゃんと後ろまで見えるように。よいしょ。私が配信終わってから隅々まで見てね。新衣装、キラキラ。よし、どこしようと。待ってた。キャー、投稿しちゃった。
ちょっと。ひやん。やればできるもんですね。これは、うん。キラキラ。ば、おじしか買ったん。あ、今日はいい牛の日だからって、ありがとう、なおさん、ありがとうございます。ありがとねー。うん、どう読もうかな。バリーさん、ナオさん、ミツルンさん、偏西風さん、ノブくん、セイヤンさん、モモビリーさん、 F 渋谷さん、神戸のヒッキーさん、フジポンさん、コップさん、ゆうすけさん、台湾のこうさん、いっときんさん、たかしんさん、とっとり太郎さん、あ、ことと、なおさん、バリーさん、なお、あ、英語なり、なおさん、みつるんさん、へんせいふうさん、のぶくん、せいやんさん、おびりーさん、たかしんさん、F 渋谷さん、神戸のひっきーさん、ふじぽんさん、こっぺさん、ゆうすけさん、台湾のこうさん、イトキンさん、トトリ太郎さん、オーサムさん、ミッチーさん、エルロロさん、イナッチさん、ヒヤキラさん、ボサツさん、ブッチさん、ホタテ様、中村道博さん、キチネさん、キリーさん、マピさん、リョウさん、渡辺さん、ユウキさん、幻さん、メガバイトちゃん、ありがとう。ありありありがとねー、ありがとねー、よいしょ。へへへへ、美しき、さらに好きが、おー嬉しい。ゆっくり寝ます。アドレナリンが抜けてない気がするけど、なんとかかんとか。巻き巻きね。ありがとう。確かに昼夜公演ねしたんだね。うん、足がバキバキですわ。確かに。まあね、そうだね。改めて STU の曲ってすごいなーって、いいなーって思いましたよ。全部フルサイズですね。
休み。時計が合ってるかわからないけど。ありがとうね。おやすみなさい。